エスパーダは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが1968年から1978年まで生産した、グランツーリスモである。エスパーダとはスペイン語で、剣を意味する。エスパーダのサンドア・クーペボディのデザインは、三浦同様、ベルトーネに在籍当時のマルチェロ・ガンディーニによるもので、1967年、ジュネーブ賞に出品された、ランボルギーニ・マルザル、 同年のロンドンショーにデビューしたベルトーネ・ピラーナという二つのプロトタイプのモチーフが生産モデルとして現実化されたものである。エスパーダは完全4シーターのスーパー GT として設計され、400GT、ミューラと同じ V12 エンジンをフロントに積み、全4輪、ディスクブレーキを備えていた。1978年のランボレディ二等産と共に生産中よされた。 10年間にわたって1217台が生産された。シリーズ I シリーズ2シリーズ2シリーズ3シリーズ6エスパーダ、北米輸出仕様1969年の東京オートショーに正規輸入第1号として赤い三浦と共に青のエスパーダが当時のインポーターさんは自動車によって出品された。その後も並行輸入を含め S1、S2 を中心に輸入されたが、 現在では日本国内でエスパーダを見かける機会は非常に稀である。ありがとうございます。